さあ、それでは夕方になりました。今日は2万人記念ということで、お庭ツアーを始めようというふうに思います。で、一つ一つ、ここに何が生えているのかというのを紹介しながら、もう夕方で暗いんですけれど、ご紹介をしようと思います。まずは、この辺かな？このでっかい木。これはカシの木ですね。ああ、でかいですね。結構成長しましたね。これはカシの木です。で、これ雑草がちょっと生えてるんですけど。で、ここから苔庭が、です。で、ちょっとこっちが南側なのでね、っていうところがあって、ちょっと苔には厳しい環境なんですけれども、まあそれでも頑張って生えてくれてます。こんな風に。見えるかな？見えますね。はい、杉苔が生えてます。あ、こっちは元気そうな苔ですね。こんな感じです。よいしょ。で、石の庭があって、この辺に杉が生えてるのかな？はい、この木は、この右側の木は杉になってます。で、南側で直射日光を避けるためにこんな風にしてます。これも杉ですね。あれは何だろうかっていう風に思うんですが、で、これは今年植えた苔になります。いや、さっき水まいたので緑になってますけども、どうですかね、頑張って、根付いてほしいんですが、よいしょ。で、ここに石があって、灯籠があって、で、この木は何だろうね、これサザンカかな？いや、こっちがサザンカかな？はい。どっちかがサザンカの木です。もうちょっと引いた方がいいのかな。はい、こんな感じになってます。この丸いのがサザンカじゃないかな？はい。です。で、こういって、これも全部杉苔が生えてます。ここは非常に気に入ってる、杉苔が気に入ってる場所のようで、割と結構長く生えてますよね。長さも、よいしょ。どうでしょうかね。もう10センチは、よいしょ。こんな風に手を突っ込むと、まだ地面に届かない。まあ、10センチ、十数センチは生えているところになります。よいしょ。で、これが松ですよね。はい、松です。で、松の隣には、これもツゲ、あ、これもツゲですね。はい。ツゲの木が生えています。で、これも、あ、これはサザンカな。これがサザンカかな。はい。これがサザンカの木が生えてます。これもサザンカっぽいですね。これもサザンカだね。よいしょ。で、こんな風に、灯籠があります。で、灯籠の下にはひたすら杉苔が生えているお庭です。で、この辺に生えているのがツツジですね。これもこれも、この手前の丸いのも、これもツツジになります。で、ここに生えているのが、何だろうか、カエデかな、イチョウかな、イチョウじゃないね、カエデ、モミジ、どっちかになります。これはなかなか綺麗な枝をしてますけども。葉っぱがこんな風に細い葉っぱが並んでます。赤くはなってないんですけどね。はい。ということで、こっちから見返すと、こんな感じの、歩いていくとこういう感じで、杉苔の庭があります。で、こっちの方に行くと、これもツツジですよね。で、灯籠があって、これもツツジ。で、ツツジが生えていて、ツツジからこう引くと、これが五葉松。松ですね。で、松が生えてます。この松はなかなか立派な松じゃないかと思います。で、その向こうには何点かな？何点じゃないかと。これが何点かな？ちょっと私もはっきりとはわかんないところがあるんですけど、
こっちが難点、いや難点じゃないな、難点じゃなくてツツジでもないし、モチの木かな、あ、モチの木だ、これは、これはあ、違う、モチの木かな、はい、モチの木じゃないかと思います。はい、これがモチの木。もう夕方になるので早くしないと日が暮れてしまうと思います。で、ここに何か生えていて、これが南天の木ですね。南天の木、これが南天の木です。赤い実がなります。珍しい南天だと思います。まあ、こんな感じで、灯籠を過ぎてお庭の前景がこんな感じかな、こんな感じでお庭の前景が見えます。で、ここを歩いていくと蜘蛛の巣に引っかからないように注意しても引っかかりますが、で、ここに松の木があって、よいしょ、ここは何の木かな、杉かな、まあ、杉かなと思う木があります。で、これもモチの木かな。これは割と枯れているというか、あんまり、元気がいいかどうかよくわからないモチの木です。で、これが何だっけかな、八重山なんとかっていう木だったと思うのですが、街道かな、街道ですね。これが街道の木です。はい、街道の木、小さな花ができます。で、これが御用松、あ、いてた、後ろに松が、これが御用松です。で、この木は何の木だろう、サザンカかな、モチの木かな、うん、モチの木ですね。これはこれも割と成長したと思います。で、モチの木の向こうに、あ、ここにクモの巣がある、クモの巣があるので、ちょっとクモさんが見えますかね。これがクモさんです。あ、動いてる、クモさん、ピントが合いませんが、クモの巣がありますので、このぐらいの遠いところからになりますが、これが一位の木ですね。で、その後ろに生えてるのが何だろうか、ヒイラギだったような気がするんですけど、で、手前に灯籠があって、ここにこれはモミジかな、これは本当のモミジだと思います。はい、で、モミジの向こう側に、これがツゲの木じゃなくて一位の木だ、これも一位の木ですね。このモコモコした木が一位の木です。いや、結構でかいね、もうちょっと剪定すればよかったですね。で、その後ろに可愛い実をつけているのが何だろう、ちょっと私もわからない木かな、こんな可愛い実をつけている木があります。他にはない木かな、モチの木みたいですけどね、ちょっとわからない木があります。で、ここにクロマツがあって、はい、見返している感じです。こんなところから覗くと風情があるように見えるのかな、見えないのかな、まあ、そんな感じになってます。よいしょ、で、これは 2,3 年前に植えたというか、張った苔になります。
まあなんとか根付いてるという感じですけども、そんなに元気がある感じじゃないですよね。やっぱりコンクリートに近いので熱でちょっとやられるところがあるのかなというふうに思ったりします。あとは水水没する時があるんですよね。まあそれでもたくましく、育っています。よいしょ、そんなところかな。あとこれだ、あとこれですね、この真ん中にあるやつ、これはクラピアです。まあ、雑草防止ということで有名なクラピアですけども、なかなか実は育てるのが難しいですよね。雑草に負けてしまうということがよくあるんですけれども、まあ、これはどうしてこんな風に綺麗に生えてるかというと、お分かりの通りコンクリートの上に、コンクリートの水分を養分にして生えているという、こういうクラピアです。でこうすると雑草がほとんど生えないという風になっていますので、私はこのやり方は、いいなという風に思ってます。でしょ。でもうちょっと行くと、でこれもコンクリートの上に土を巻いて、でその上にクラピアの、苗を少し株分けをしたものがあります。これとかなんかすごい元気がなくて、もう干からびそうになっているんですが、なんとか生きています。まあ、ちゃんと成長してくれるといいなと思うんですけどね。まあ、あと 1年くらいしたらここは、きっとクラピアでびっしりするはずだというふうに思います。よいしょ。これが見返しかな、でこっちに行くと、これが花水木ですね。花水木がピンク色の花、こっちがピンク色の花水木で、こっちが白の花水木じゃなかったかなというふうに思います。はい、でこの奥にあるのは桃の木です。でこれがまたイチイの木があるという感じですかね。で桃の木が一回ここで撮影をしたことがあるんですけれども、はい、どんな内容だったかな、竹を切ると大変だみたいな話でじゃなかったかと思います。でこっちにも桃の木が植えてあります。これがイチイの木で、これが松ですね。でこれが出迎え松という、よく門構えとかにある松になります。最近ここの屋根を全部入らないのが厳しいですけども、全景が入りませんが、11メーターくらいあるんですかね。こんな感じ、こうこんな感じで全景が映ったかな。はい、このちょっと屋根が伸びた部分を最近私は作っておりましたということで、うまくできてよかったです。でこっちにも収納がちょっと不足しているなと思ったので、こっち側にも、よいしょ、こっち側にも、収納ができそうな簡単な屋根、差し掛けといったりしますけども、そういうものを作って、たりします。これは去年作ったんですかね。まあ、なんとか去年の雪にも耐えてくれたと思います。はい、でここに塗装した木材があります。これ 2x4 の防腐の 2x4 を使ってます。というわけで、一通りなんとなく庭について説明をしたということで、どうもお疲れ様でしたということ、どうもお邪魔しましたじゃないや、なんだろう、どうもご視聴いただきましてありがとうございました。これが2万人記念の、お庭ツアーということにします。はい、じゃあどうもご視聴いただきありがとうございました。